ちらはネクスコ東日本です。午後0時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。船橋料金所付近8キロポストを先頭に交通集中のため渋滞しています。続いて7号小松原線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで4キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて湾岸線西行きの情報です。下野ジャンクションを先頭に葛西ジャンクションまで5キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。あなたに実装でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後0時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。穴子ワインターを先頭に2キロほど、また船橋料金所付近8キロポストを先頭にそれぞれ渋滞しています。続いて7号小松川線上り方向の情報です。両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて湾岸線西行きの情報です。辰井ジャンクションを先頭に葛西ジャンクションまで2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。草加インターを先頭に三郷ジャンクションまで2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて外環を大泉方面へ向かわれる方にお知らせします。川口ジャンクションを先頭に草加インターまで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて9号深川線上り方向の情報です。箱崎ジャンクションを先頭に交通集中のため渋滞しています。続いて6号向島線上り方向の情報です。江戸橋ジャンクションを先頭に交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。あなたの実装です。メセスコ東日本。